続いては世界野球プレミア12です。オープニングラウンド全勝で日本に戻り調整を続けている侍ジャパン、明日のアメリカ戦が行われる東京ドームに内田さんと取材に行ってきました。はい、リラックスした中にも緊張感を感じました。はい、内田篤人、初めて侍ジャパンを取材。体でけえな、やっぱ野球選手すごい足速そう。うわ、速っ。ウォーミングアップから気になることばかりです。早速井端監督に話を聞きます。チームの雰囲気いかがですか？リラックスしてますし、スイッチが入ってきたなっていう感じは受けてます。思う存分ね、個々の能力を発揮してもらえればいいかな。続いてバッティング練習が始まると、今井端監督と森下選手をお話しされてますね。何話してるのか、ちょっと笑顔じゃない、ね、そんなことない、笑顔が見られます。ここまで全試合で4番を務める森下翔太、今日の練習でも快音を響かせました。ご自身の感覚、調子どうですか？この期間の中だったらほぼ一番ぐらいの状態、はい、よくバッティングできたかなと思います。しっかり勝ち切って、まあ、世界一まで、全勝でいきたいなと思います。対するアメリカは大谷がエンゼルス時代監督を務めたソーシアが指揮を取ります。 I just want to know that Otani is not playing, right? 大谷出ませんよね。 OK じゃあ大丈夫です。今大会打率打点トップの2番ショー、ホームラン数トップの4番ワードなど強力打線が光ります。そのアメリカについて松坂大輔は、これからのメジャーを背負っていく、トッププロスペクトの選手の、まあ、集まりなので、日本のピッチャー陣というのは気をつけて攻めていかなければいけないと思いますね。大事なスーパーラウンド初戦、先発を務めるのは高橋宏斗。日の丸を背負うのはどうですか？普段とちょっと違いますか？そうですね、日本を背負って戦うということはすごく重圧はすごいですし、プレッシャーもかなり感じております。すると高橋から内田へこんな質問が。先発としては明日が最後なので、今年その明日一番に全てを出す時のメンタリティ、どういう試合をやっぱマインドで臨んでるのかな。僕は普段通りを意識してましたけど、思いっきり力んでもいいのかなと思います。はい、力をここで出さなきゃって思った方が追い込まれて良かった時もあるので、僕も初回からぶっ飛ばしていきます。いいですね、怪我のないように。はい、いや、なんかね、このスポーツの異業種交流というか、あまり普段行かない野球の取材、石田さんどうでした？いや、非常に楽しかったです。まあ、チームとしてはこう5連勝しています。まあ、ただその圧勝ではなくて、まあ、ちょっと苦しみながら勝ち上がってきた印象かなと思うんですが、なんかこう僕はこうチームっていうのはその方がこう士気が上がったりしていいのかなと、まあ、今日取材させていただきましたが、雰囲気も良かったですし、結束力の強さを感じました。日本優勝だけではなくてこう連覇もかかっているので、監督中心に選手の皆さんの言葉聞いてると、なんかそこへの、ね、意気込みもすごく感じました ね。 そうですね。はい、さあ続いてはこちらです。